このように肘が今下を向いている状態ですね。肘でこう支えていく感じ、向いてるの分かりますか。クラブ、皆さんこんばんは、原田ゴルフ原田修平です。今日皆さんにお伝えするテーマはアドレス、当たりやすい構えとは何なのかっていうのをちょっとお話したいと思います。今日の話が分かると構え方の悩みが、だいぶ解消されると思います。そしてゴルフ上手い人のアドレスを見るともう当たるこうなんていうんですかね、こう雰囲気が出るその理由みたいなものが少し分かるんじゃないかなと思いますので、ぜひね、この動画を最後まで聞いてですね、構え方だからボール打たなくても鏡前で自分のアドレスどうなのかちょっと確認してみてください。新しいね動きができるようになると思います。じゃあまずどういうアドレスをしたらいいのか、3つのポイントでお話します。で、1つ目がですね、まず肘が下を向いていることです。これ肘が下を向いているっていうのはすごく大切で、例えば構えた時にこのように肘が今下を向いている状態ですね。これが上を向いているですね。これだけでかなり変わってくる。ちょうど、ここでクラブをこう下で肘でこう支えるようなイメージ。で、肘が上向いてると支えられないですからね、クラブをちゃんと肘でこう支えていく感じで、これができてくるとこの肘で下向いてることによってシャフトのしなりをこう綺麗に感じれるんですね。で、こうやるとちょっと感じがられないんですね。で、この縦の感じですね、縦のしなりっていうのがすごく重要になってきます。ボールを打つ上でね、まずこの縦の感覚がないとどうしても打つときにこうダフったりとか、まあこのままだと上からクラブ入ってしまうので、ちょっと感じるような形で体を回していきたい。つまり肘が下を向いている状態が常にキープされている状態でいきたいんです。そうするとしなりをちゃんと下で感じれますからダフりにくいんですね。これが下に感じてない人はこうダフってしまうわけ、肘が外向いちゃいますから、ね、なのでちゃんと下を向いている状態を意識すると、こういう、ワンスピードとかですね、こういうしなる、道具を使ってこう縦にこうやって何回もしなるようにね、勝手に下向きますから、まあ、こうやってしなる人もいるかもしれないですけど、しならせづらいのが分かると思います。これが当たりやすい構え、脇が締まって肘が下を向いているんですね。この構えをまず構えた時の意識、肘をまず下向けたままこうやって合わせるように。まあ人によってはね、すごい下向く人ね、こういう人もいると思いますけど、それでも構いません。とにかくあんまり上を向かない、横とか向かないように気をつけていくということです。で、そうすると少しだけ構えた時に肘を下向けると突っ張るよりちょっとこうたわんでるかどうか。こんな感じの方がいいでしょうね。こうじゃなくてこうピンピンに伸ばそうとする人いるんですけども、意外にそうじゃないんですよ。少し曲がってるか曲がってないか、ね、こういう風な形になってる方がベストです。突っ張るよりもね、こんな感じぐらい。そうすると非常にグリップも柔らかく、それでしならせるような同調するスイングになりやすいんで気をつけてみてください。ここですね。次に重心の位置です。これとても大切になってくるんですけれども、よく母子球に体重をかけるという方がいるんですけども、こういう方この頃多いのが、こうやってねすごいかけちゃってる人ね。これじゃあバランス悪くて全部打った後こういうふうに前に突っ伸べちゃうわけです。で、感覚としては例えば構えた時に、重心の位置はね、ちょうどこの足首、ここにかかるようにした方をすると母子球にもちゃんとかかりますから、ね、これでかかんない人はね、お尻が下がってる場合、お尻を上げれば勝手に母子球に当たるから、イメージはここ、この足の付け根のここですね、ここの部分です。付け根の部分に重心にかかる感じ、結構下ですね、前じゃなくて真下ぐらい。そして腕をだらーんとすると結構ですね、手は体から遠いです。これね、結構こういう風に近くなってる人が多いんですよ。しっかりとお尻の位置と母子球にしっかりかけた状態だと
結構後ろ側です。こう前側にしてこういうふうに構えちゃってる方が結構多いので、これを気をつけてください。こうするだけで非常に体の上下動がしづらくなります。バランスの取れたスイングですね。重心の位置が決まるので非常に安定したスイングになりやすい。これ連続で素振りするとすごく分かります。重心の位置がつま先だとどんどん前に行っちゃいますから、ちょうどしっかりと真下に置いたところから連続で素振りしてみてください。このような感じですね。これが2つ目。さあ、最後3つ目、ワッグルです。ワッグル、これ打つ前に少し体を揺らす動きですね。これが、最後の整える動きです。縦の動きとさっきのもう一個の横の動きになりますね。横の動きを肘を下向けた状態で、あとは横に動くんですけど、僕のワッグル見て分かる通り、こうやって体が揺れるとともにクラブが逆に動いてるの分かりますか。クラブと逆なんですよ。これワッグルして同じくなる人が多いんですね。こうやってね、これじゃあ自然な動きじゃないです。常に逆。そうすることでクラブフェースの向きとかクラブの動きというものをコントロールしていきます。例えばこういう形です。こうやってワッグルしますね。だからスタートの時に一回ちょっとヘッドが遅れるような動作で、それからバックスイング、このワッグルをすることによってクラブの動きっていうのはこう少しこう遅れる感じ、これが分かるわけですね。だから手から上げてしまうとどうしてもクラブが倒れちゃいますから、バックスイングでクラブが倒れてしまうとまずいので、アドレスした時に必ず最後ちょっとだけワッグルをします。私の場合はここで構えたらここでワッグルで、あとはもう縦の方ですね。縦の動きをちょっと意識して、肘が下向いたと思ったらここから重心の位置感じて打つと、こういうような関係性ですね。もう一回少し横の動きして、あとは縦の、そして肘を下向けた状態を意識したらそのまま打つだけ、このような感じですね。はいはい、ということでですね、まとめいかがでしょうか。3つのアドレスのポイント、まずは肘が下を向いているかどうか、そして足首ですね、足首のところにちゃんと重心がかかるように、そうすれば母子球としっかりと意識できます。そして手がダランとなりますので、そこからワッグルをすると、こうすることでですね、打つ前に準備ができます。正しい理想のね、構える打つ前のリラックスした形、準備ができると思いますので、ここをね踏まえて仕上げにちょっともう一回打ってみます。まとめ、もう一球、はい、ということで、今日はアドレスのね、当たりやすい、打つ前の準備というかね、基本的な話をちょっと解説したんで、ぜひね打つ前にこれをやってみてください。で、鏡見てですね、今日お話しした、構えのねスタイルを取ってみると、徐々にこう、あ、打ちやすい、こうスタートしやすい感じが出てくると思うので、ぜひですね試してみてください。ということで、このチャンネルでは私のレッスン経験を毎日公開しているチャンネルですので、チャンネル登録、コメント、高評価をお願いします。あとコメント、たくさんいただくととても嬉しいです。コメント待ってます。ということで、今日はこのぐらいで。さよなら。動画最後まで見ていただきありがとうございます。もし良いと思ったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。もっとゴルフが上達したいという方はオンラインサロンに参加してみてください。YouTube では語っていない有益な情報を発信しております。その他、オンラインでのゴルフ指導も行っております。家でも学べる新しいゴルフスクール、原田ゴルフオンラインサロンもよろしくお願いいたします。